こんにちはこんばんはあるいはおはようございます PB です取り急ぎ動画撮ってるんですが現在フィッシングプラネットでは聖パトリックの休日っていうイベントが行われてますでそのイベントを優位に進めるあるいはレベルの低い方でも参加できるっていうまあ、課金パックがございますそれ今ね見に行ってるんですがこれ見てねあれとお気づきの方も多いと思うんですが実は本来課金パックって2つで1つ 今画面にあるグリーンフォーチューンパックっていうのとセイント・パトリックス・パックっていうのが本来は2つあるはずなんですよ。だけどこれ日本語表記バグで日本の国内アカウントで遊んでいる方々の課金の項目見に行ってもこちらのセイント・パトリックス・パック売ってません。表記もされてません。 14.99US ドルこれね理由があって運営の方がまだこちらのセイント・パトリックス・パックの方を日本円表記に変換してないんですよ過去にもこういうことあったんですけどでフィッシングプラネットを立ち上げると立ち上げ当初の画面でこのセント・パトリック・パックっていうのがあるんで購入しませんかっていうふうに画面そのものは出てくる ですが購入っていうボタンを押しても一切反応しませんそもそも円表記に変わってないかなっていうことなんですよでこれ左側があのライ対応用で右側がイベントのバス対応用っていうまあ、区分けされてるんですよこれをずっとね俺の動画でもコメントをくださってた関鬼さんっていう方がいらっしゃるんですがまあ、この方がずっと指摘してたんですよ だけど画面表記自体はこれね左側しかないから、まあ、これで対応するんですよっていうふうな回答を俺してたんだけどもうほんと関おさんごめんなさい関おさんの言う通りでしたでパソコン版は実は2つ買えるような状況になってるんですよ俺関おさんがね言うから待てよと思ってね過去にもこういう表記バッグがあったからと見に行ったら案の定だったっていうことなんですよねでじゃあこの14.99ドル日本円で約2000円強、えー、するもの レベルが低い人は買えないわけだから買いたくてもじゃあ今のレベルの若い方々とかはもう今回のイベント参加できないのかっていうと実はね逃げ道もございましてこれねセントパトリックスパックによく似たしかも 半額以下ぐらいの金額で買えるトーナメントパックがあるんですよ。これ14点、まあ、14.99って15ドル。約、まあ、日本円に換算して2000円でしょう。で、実はね、770円で同じようなものが買えるんですよ。それがね、こちらです。今、えー、課金のところのトーナメントパック、一番下ですね。この項目をちょっと見に来てるんですけれども、実はここにね、安くてちょうどいいものがあるんですよ。 でちょっとね、えー、ここ右側にスライドさせて今770円というところにカーソルあるんですけれどこれの中身をねちょっと見てもらいたいんですがこれがねちょうど今のイベント対象バスに適用できる内容になってるんですよこんなふうに、まあ、マチロット2本と、まあ、かなり強めのマックスドラグチのリールが2つ イベント対象のバスって10キロそこそこなんで、これで十分対応できる。というわけで、まあ現在日本語表記バグで、先にご説明した右側の、あっと、このセントパトリックスパックっていうのが買えない。約2000円のね。だけど、まあ対応できるパックがあるので、どうしてもレベルが低い人で、えー、イベントをこなしたいっていう方は、 ま、この、今、キラキラしてる、え19ドル約2000円いくらかな、のパックと、770円のパックをついで買うと、ま、非常に優位に進められるっていうことです。本当にね、ずっと、関与二さんのコメントに対してね、いや、大丈夫、あの、そういうものなくてもなんとかなりますよ、みたいなことをずっと言ってましたけれども、本当に関与二さんのおっしゃる通りでした。俺はね、うん、ひょっとしたら、よくある日本語表記バグかなと思ったら、案の定ということでした。 本当にね、関与二さん、えー、申し訳なかったなと。あの、ごめんなさい。そして、まあ、この情報を見て、えっ、ー、と、お、じゃあ俺もやってみようという方、俺よりもね、関与二さんに感謝した方がいい。あの方のコメントがなければ、俺もこの表記バグを調べようとはしなかったからね。というわけで、BB でした。レベルの低い方、諦めないで、ちょっとね、今回のイベント、まだまだ日数ありますから、やってみてください。それではね。